皆さんこんにちは。今日はトヨタの社内 Wi-Fi を使って AI ボックスの利便性についてのご紹介をいたします。私今回トヨタの社内 Wi-Fi、まあ、自分の車になりましたので社内 Wi-Fi が使えるようになったんですけれども、やはり AI ボックス導入してものすごく良かったなということを感じています。まあ、その理由について今回デモをしながらご紹介をします。もうすでにこれ動画流れてるんですけれども、一度パワーボタンを切って最初からご紹介していきたいと思います。で、パワーボタンを押します。余談なんですけれども、こうやって今指の跡ついてるんですが、今回指の跡がつきにくいかなと思ってこのスマホ守るくん使ってみたんですけど、まあ、傷はつきにくくなってんのかもしれないんですけど、やはり跡はやっぱり残ってしまうなというのが印象的でした。で、このようにモーターマンというネーミングが出て、ですぐにアンドロイドが立ち上がります。で、先ほど閉じたところからまた開くようになります。でもうすでに Wi-Fi もつながります。で、こちらが瞬時につながるようになります。で、このコマーシャル有無の話は YouTube プレミアム入ってるか入ってないから変わってくるんで、まあプレミアム入ってればコマーシャルがかからなくてもっと快適には見れるとは思うんですけれども、もうこのような形で動画が見れるようになるということになります。で、今度さらに後ろ、これ前だけ見ててもしょうがなくて、やはり後ろも見れるというのが、まあ、YouTube の有効性、動画の有効性っていうのが上がってくると思うので、リアについてもお見せしてみたいと思います。リアも実は瞬時に立ち上がります。まず一度、こちらを閉じて、エンジンを止め、パワーボタンをオフにして、またオンにして、紹介していきたいと思います。で、何もやる必要がないということを皆様にお伝えしたいと思うので、こちらのパワーボタンを押します。で、私は後ろに行ってみます。で、私は今後ろの座席の方に移っている状態なので、まあ、運転席今誰もいない状態で、今勝手に今起動している状態です。で、一度ズームで先ほどと同じような形で YouTube の画面が展開されます。でもすでにネットもつながっています。で、Wi-Fi もつながっているといった、こういった状況になります。後ろにいると操作ができないじゃんかという話になると思うんですけれども、まあ、その場合はこちらのリモコンがありますんで、まあ、これでつなげます。そうしますと、もうカーソルが立ち上がるんで、で、この状態で、で、後ろからでも操作ができるようになると、まあ、いうことになります。はい、こんな状態です。で、画面を大きくしたかったら、ここのボタンを押してあげれば OK ということなんですけど、まあ、後ろでもこういった形で、こちらのエアマウスがあれば操作ができると、まあ、いうことなんですけれども、さらに画面、リアモニターありますのでお見せしていきたいと思うんですが、こちらです。今リア席モニターは今閉じている状態なんですけど、見たいという場合はここのモニターを立ち上げます。で、今何も私やってない状態です。そうしますともうパッと映ってくれるということで、まあ HDMI にもうあらかじめモードとしてセットしておくといった状態であれば、このリア席のモニター自体をこう展開してあげればもうスッと見れてしまうということで、まあ、こちらのデモ画面をご紹介したんですけれども、もう非常にスマートに使えるということで、もうこれは、もう車に乗ってそのままパワーボタンを押して、あとは自分の聞きたい曲を、このエアマウス、前にいるのであれば、もうタッチパネルで操作をするだけということで、もう余計な操作を何もする必要がない。ただ単純に、
自分の聴きたい曲を選曲するだけで使えてしまうという非常にスマートな使い方ができるということです。これは社内 Wi-Fi と AI ボックスの連携によって使える機能と、まあ、いうことになりますので、社内 Wi-Fi が使える車にお乗りなのであれば AI ボックスはもう外せないアイテムなのではないかということが言えるのではないかと思います。で、これをやるためには設定方法があるので、その設定方法をご紹介をしていきたいと思います。で、設定方法なんですけれども、実は一つ気にしなければならないところがあって、このオーディオやりがちなのがこちらなんですけれども、この Bluetooth の接続なんですが、これ携帯とこの AI ボックスと両方つなげている方がほとんどだと思います。で、これ両方つなげちゃうと携帯とこのピカソー2プロ自体がこの電波受信の時に競合し合ってしまって、うまく接続ができない場合、 Wi-Fi に接続ができなかったり、カープレイに接続ができなかったりすることがあります。なので、つなげるのはもうこのピカソー2プロ、これだけをつなげておくということが必要です。まあ、それによってもう特に携帯と競合する必要がなくて、カープレイだったり AI ボックスの Android OS がもう普通につなげられて、ホットスポット自体も特にこちらになるんですけれども、ここです。まあ、競合し合ってオフになると、まあ、いうこともないので、そこを気をつけていただく必要、まあ、ここの部分です。気をつけていただく必要というのがあります。とにかくこの AI ボックスだけをつなげておくということが、まあ、必要ということです。まあ、あとはもう設定自体は特にすることがないので、これだけになります。で、もう一つ気になるのは、じゃあどういったつなげ方をしているのかということで、最後にご紹介をしていきますと、こちらになります。はい、このように見ていただきますと、もうこの上は特に何もない状態になっています。で、この中に AI ボックスが入っておりまして、で、このような形で、まあ、配線コード自体もこうやって束ねて入れてあげれば、まあ、非常にスマートに収めることができます。で、これ自体は HDMI の入出力のケーブルが必要になりますので、まあ、これを使っています。で、後ろを見るだけでしたら HDMI の出力のケーブルだけなんですけれども、今回のこのピカソー2プロに関してはこちら HDMI のイン側の入力端子がついていますので、このような形で、例えば私の場合、以前紹介しました MAXUI のチデジチューナーを使って、この AI ボックスに地上波を入力して、で、テレビも見れるようにしたいという場合ですと、まあ、こちらの配線、HDMI の配線が、まあ、2つ必要になると、まあ、いうことになります。あとは、こちらのオッドキャストの、この給電ケーブル、それから USB に接続されます、まあ、こちらのケーブルをつけていただくと。で、あとはもう束ねて入れてあげれば、普通にこういった感じで、締めて、ノアボックスの場合ですと、ここのところ切りかけ入ってますので、ここから配線を出すことができると。非常にスッキリとした配線接続によって、まあ、先ほどの使い方ができると、まあ、いうことになります。はい。ってことで、今回はこちらのトヨタの、こちらになります。社内 Wi-Fi。まあ、こちらを使って AI ボックスを使った時の、まあ、画期的な機能についてを今回ご紹介をさせていただきました。まあ、この機能に関しては実際にオーナーカーとして使ってみないとわからない、試乗車ではわからない機能となっております。で、実際にこちらの社内 Wi-Fi、まあ、これを使うことによって、より一層 AI ボックスの必要性というものが、まあ、上がっていくと、まあ、いうことを今回ご紹介をさせていただきました。はい。ってことで、またこのボクシーハイブリッドなんですけれども、いろいろと見どころがありますので、また随時動画の方でご紹介をさせていただきたいと思います。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。